あたりさん、お疲れ様です。あ、お疲れ。なんか様子おかしくないですか。なんかね、いつの間にかタイムスリップしてしまったようでございます。口調も変わってる。江戸時代来ちゃいましたね。江戸時代の風景だよね、これ。はい。ね、え、落とした。あ、これあれだ。ここ江戸博だ。江戸博よ、これ。はい。江戸かとじゃなくて。江戸かとじゃないです。江戸博の方ですか。はい、江戸東京博物館ですよ。なるほど、はい、通りで江戸っぽいと思った。そうなんですよ。これあれなのね、スマイルの地元だもんね。はい、両国です、ここ。ちょっとまあ江戸の町回っていきましょうか。江戸だけじゃなくてこれ明治もありますから、江戸から多分東京にかけてということです、はい、なるほど、通りででかいわけだ。そうですね。受付もホテルのロビーのようで、バブルの時に作って今維持費が莫大なもうかかってしまっていると。それは空気を察しますね。そうですね、はい、まあ、ちょっと見ていきましょう。こちらが江戸時代の風景です。江戸時代といえばですね、着物を着た人や商人やお侍さんや、いろんな方がですね、このように江戸の町を行き来してですね、交流を深めていったと言われております。で、今ご覧いただいている、風景はですね、ペリーが前日の様子を、違う、適当なこと言わないですか。こちらのとある権力者の家ですね。すごい立派なお屋敷だ、はい、誰のですか、これ。ここはですね、もう亡くなられてしまったんですけど、はい、JBBF のたまり会長の家ですね。そうなんですか、はい、JBBF の会長、はい、そうなんですよ。こんなでかい家住んでますか。そうです、全部。じゃあ、ジェントフィットネスが新しく出したちゃんちゃんこですね。あ、これジェントのマークですか、はい、限定2着、2色ということで。デザイン変えたんですね。デザインがだいぶ変わってます。じゃあリンク貼っておきます。リンク貼っておきましょう、はい、これトレーニングやってる人だったら見覚えあるんじゃないですか。こんなんあります。カブトですね、だってこれね、切るとこうなるやつ。あ、ベンチの。そう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 、パワーリフター切るやつですか。こういうのを使って力を競ったわけですね、はい。頭邪魔じゃないですか。ブリッジやりやすいですか。ブリッジやりやすいです。やっぱ江戸時代からの知恵なんですね。小分けにして食べるっていう。あとお弁当ですか、ね、はい。今でもありますもんね。弁当箱、まあ、6つぐらいこうやって入れて、はい、こうやってバックショット歩いてるボディービルを作ったりですけど。あ、ボディービルの習慣ここから来てるんですか。江戸時代からの知恵です、ね。江戸時代ボディービルあるんですか。ありますよ。やっぱりね、美術の一環としてあったみたいな。あったんです。はい。こちらがジャパニーズソードです。日本刀ですか、これ、はい、すごいですね。こうやってですね、腰に刺してたんですね、当時は。そうですね、お侍さんがね。これはゴードバーですね。ゴードバー、ちょっと回ってる。こちらはですね、江戸時代の、まあ、一般的な今でいうサラリーマン、まあ、月30万ぐらい程度の人たちの家ぐらいな感じですかね、まあ、今のうちぐらいですね。アザリさん家ぐらいですか、はい、今のうちぐらいなんです、まあ、自分なんかは手取りで12万ぐらいなんで、それと昔を比べると同じぐらいっていうところですね。結構ね、惹かれてますからね、アザリさんね。かなり惹かれてますので、ね、懐かしささえ感じさせますね、これは。DNA に入ってるんでしょうね、きっとね。入ってますね、うん、はい。シスこれは今で言う寿司のことです。右からなんで。シス寿司です。こちらがですね、はい、我々の大好きな、はい、絆寿司、はい、1号店です。あ、江戸からあったんですか、これ。すで、はい、に300年前にオープンしたやつ。でかいですね、おにぎりサイズです。でかいですね、はい。じゃあ寿司の元になったシス屋さん。シス昔のお金ですね。ああ、そうですね、小判とかありますよ。ちっちゃい四角いやつからね、はい、バカウケみたいなやつまで。バカウケですね。ハッピーターンもありますね。ポケットに入れたら大変なことになる。持ち運びが不便ですね。すごいですね、これね。これあれじゃないですか、はい、スマイルも大好き、はい、神田明神。神田明神ですね、これね。神田明神書いてありますね。お世話になってますからね、神田明神は。
いるじゃん。あかりちゃん。あかりちゃん。あかりちゃん。これ牛ですね、これは。あかりちゃんもうちょっとちっちゃいんで、ポニーなんで、あかりちゃんは。はい、というわけでですね、皆さん、江戸の方はご堪能いただけたでしょうか。ちょっとね、時間の関係で、今から明治に移動したいと思いますので。え、行けるんですか、ここから。行きますよ。どうやって行くんですか。ジャンプで。ジャンプで。ワープワープ。はい、お願いします。ドゥお、かっこいい。あ、着きました。はい。明治です。はい。はい、まあ、明治といえばですね、湯呑み謙信あたりはどうですかね。そうですね。海外のですね、影響が入ってきて、だいぶ建物の作りとか、服装とか変わってますから、注目していきたいと思います。はい。今ご覧いただいているのは、明治の街並みの風景です。今ですね、明治のトレーニング器具を発見してしまいました、はい、木製アレイって書いてあります。鉄アレイじゃなくて、はい、ね、木アレイです。木アレイ、ちょうど多分ね、明治時代と友人サンドゥかぶってるぐらいかなっていうところですね。あ、じゃあこれサンドゥの文化も来ちゃった。サンドゥの文化来たっすね。多分葉っぱで隠す時代ですね。それはだいぶ遡ってますよね。まあでも昔からね、そのスタイルっていう概念はあったみたいですね。だからこの時代ぐらいから映画ですよ。すごいこの建物、はい、本当あったんですね。歌舞伎から映画になったんじゃないですか。うん、だからこの頃はもうあれですよ、大正に入りますね。入ってる、はい、大正に入ってる、入ったくらいです。いいですね、こういう建物好きですね。ね、いいですよね、はい、今でもね、あの日本橋とか東京駅付近には、まあ、明治とかの、ね、名残のある建物ってあるんですよね。じゃあ今度そこパトロールですね。パトロールしましょう。はい、はい、ビールですね。もうあったんですね、キリンが。本当はキリンさん。1890年、キリンの多分これ全品ですよ、ね、え、ルービン力ですもんね。なんで逆なんだろうね。ルービン力です。ルービロポッサもあります。はい、これから昭和に入っていくんですが、戦争ですね。戦争の時代になってくる。戦空はい、で今ですね、昭和初期を見てきたわけなんですけど、まあ、ちょっとね、いろんな意見があると思うので、カットで。はい、でこちらが東京オリンピックですよ。あ、東京オリンピック、第1回大会。来年じゃないですか。そうですよ、はい、もう2020ですよ。2020で500店舗達成になるかってところですけど。もう達成してますよ、例のとこは。すごいな。見てください、皆さん。はい、これどうですか。もう懐かしい方がいるんじゃないですかね。マッチですよ。タバコですよ。タバコですか。マッチではないですね。まあ、いろんな競技ありますよね。だからこういう風にね、オリンピックもね。本当だ。でもこれ今でも全然古くないですね。はい、うん、今もこれ多分モチーフにしてまた作られてるのかな。だから超早送りで現代でできたいと思いますよ、はい、いいですか。はい、給食ね、給食、揚げパンだけですよ。弁当箱なんてもこんな小さくていいっていうことですね。電車はもうセブンイレブンです、はい。まあ、色合いはね、でちょっと豪華な給食ね。あ、ファミコン、はい、ファミコン、え、なんか達成をしたいな。バービーちゃんでちょっと変な服装して、セイコちゃんタッと着て、あ、アップルで、これあのチョベリバです。チョベリバで、で、これ牛乳で腹が当たっちゃって、で、今こうなって、いろいろな時代を今ね、早送りで回ってきたんですけど、やっぱ一番好きなのは縄文時代ですよ、私は。あ、これ、はい、縄文時代ですか。縄文時代、ね、地層は語るって書いてありますからね。地層が語ってますから、はい、この縄文時代のね、土器を背に終わりたいと思います。はい、皆さんもね、遊びに来てください。あの本当ね、あの視覚で見て、で心で感じて、はい、で、次の世代に語り継ぐ場所ですね。ちょっと維持費が高いみたいなんですが、そうですね、まあ、いろんなイベントもやってますんで、はい、あのそしてね、面白い場所なのにね、はい、心よくね、あの今回撮影受け入れてくれましたから、はいはい、本当ありがとうございますということで、今度はあのこちらでですね、はい、あのセミナーの方も開催します。やんないです、やんないです、それはやんないです。、はい、じゃあまたね。